特大スターマイン祝創業40周年記念新潟資料。さあここからは花火師さんが職人の腕によりをかけまして作りました匠花火打ち上げていきたいと思います。ちょっと凝った感じのね花火を上げてまいりますのでちょっと解説付きでいってみたいと思います。まず最初は小割浮模様入り錦カムロ、隔たれ型のカムロ花火の中に小さい花火が何個も見えるという綺麗な花火ですよ。提供は大慶重建他協力会社12社。こちらですね、開花した花火の中にさらに20の花火の円が見えます、まあ、合計で30の円の花火になるということです。提供は C&R 研究所は洋書の出版を通じて人が来りやすい社会づくりに貢献します。 C&R 研究所。続きましては松島の夜景、これ好きなんです私も、日本三大夜景の松島を花火で表現しております、新潟演歌工業が最も得意としている花火、はい、行きましょう。提供は特定建設業本間建設。
の夜景ですよ。はい、続いて新入り変化期、開花した花火の中にさらに花火の円が見えるものということですね。提供は持てば得する、お買い物はときめきカード加盟店で。私たちはいつだってこの街が好きです。心を届けること、思いやりを送ること、新潟共通商品券。何回色が変化しましたかね。さあ続いては2度目のお目見え、小割行き模様入り錦神楼、行ってみましょう。提供は共栄。祝 A&C 株式会社の創立20周年を記念して、および今後のさらなる発展を祈願して、 A&C。 さあ続きましては松島の夜景。提供はあなたの明日を新しく、創価学会新潟東文化会館。続いて小割浮き模様入り錦館もですね、中の火が赤緑と付け次なんでしょう。提供はお客様に感謝を込めて、松浜利用組合。なるほど、こう来ましたか。続きまして、八重新変化菊。提供は新潟ファーネス工業。さあ次が匠花火、最後の花火でございます。最速百花宴、多数の各花火が複数の色で一斉にバーン開花します。提供は山名製作所、豊健装、佐野土建。拍手いただきましてありがとうございます。以上、匠花火でした。